田中道馬天明4年10月4日は、江戸時代中期の国学者、歌人。陽名は模シチ。通称は小兵衛。晩年は、橋場みきなと号した。方向は道然。死後は、琴玉だま友好老王。日本の古典文学、特に、万葉集の研究に心血を注いだ。元織のり長が最初期の門人として知られる。教法九年、美の国多芸軍橋場美。 木村の農家に生まれた。幼くして見るものすべてを歌に読み、9歳の時初めて、19本手ほんなりけり、六サブロ俗文章でほんなりけりと読んだ。陽名は、もしちと言ったが、当時村にはもう一人もしちがいたため、顔の色で区別され、道まマロは白もしち、もう一人は赤もしちと呼ばれた。三世相や、節用集を暗記し、さらなる章を求め、 大垣城表彰の諸子平良竜に方向に出た。平良竜では古典を乱読する日々を過ごしたが、数百年前の作品には理解しがたい点も多く、様々な疑問が生じた。しかし、親身に答えてくれる詩も見つからず、法歴元年、一旦学問の道を断念した。本業の農業をおろそかにしたことが関係してか、郷里を出て、当時名古屋藩が進めていた。 法歴治水事業に従事し、時には、大見国や伊勢国まで出向し生計を立てた。その後、国学者大賀中養父に指示し、学問を再開することとなるが、その出会いには2種類の異なる逸話が伝えられる。一つは、その日暮らしを続ける中、法歴7年、大見国彦根の傍時に滞在していたところ、僧に紹介されたというものである。なお、道丸は後に開けで、 今村里市勝寺の海両方士と親しくしている。もう一つには、東海道土山塾で、籠書きをしていたところ、ある日乗せた客が国学を学んでおり、その客には、学ぶところはなかったものの、国学を良くする中洋府の名を聞いて入門し、道マロの工学心を認めた、豪商なやな江門の家に居候をしながら、中藪村の中洋府のもとに通い、国学の道に専念したという。 なお、浜松の鴨の間ぶに直接指示したとの話も、流布しているが、それを示すような根拠はない。彦根には10年間おり、明和初年に名古屋に移ったと伝えられているが、法歴9年にはすでに、尾張国にいることが分かっており、また法歴末には、大阪にいたと考えられ、彦根から名古屋に至る経緯については判然としない。名古屋で、商家や武家に雇われ、 人知れず学問を続けていたが、安永初年、教科の批評を書いた者が広まって、名古屋中に名が知れるようになり、名古屋小桜町の霊多敬院に迎えられ、桜天神社で国学を講ずるようになった。安永2年2月江戸に行き、梶取、とり、なひこと交わっている。安永4年、元織のりが出版した、ジオンカナ洋閣の王所属弁に感銘を受け、安永6年7月、 松坂ののりナを訪問した。その後、万葉集や古今和歌集に関する問答の文通を続け、安永七年始大須賀中央夫を失うと、安永九年一月再び松坂を訪れ、正式にのりナの門下に入った。もっとも道丸はのりナより年上であったため、のりナの方は道丸を、むしろ同行の主として偶した。当時のりナは、 松坂近辺の門人と共に細々と活動するローカルな存在であり、道馬初の伊勢国岸の初の門人であった。道マロの死後、大都市名古屋の300名とも言われる道丸門下の者は直接ノリの門下に入り、その中には横市役、稲葉道国など大半名古屋藩関係者も多くいたため、道丸はノ永が,が全国に名を広める足がかりを作ったと言える。 天命元年、六十歳を迎えて提発し、同然と合した。天命四年春、校内通から始まり、二月十三日病床につき、手足を屈曲できない連の状態に至った。門人、両英和尚の招きで長者長上水寺に移って、介護を受け、十月四日六辻死去した。時勢は、今日からも横様風の帯子ば命をしけど術、知らましや。 6日上水維で法要が行われ、同時に埋葬された。天明6年3回期に霊イン境内に、美濃国田芸組橋場見、木村人、田中道間従者の死石文が建てられたが、途中に埋まり、地元の豪商、約20名によって、桜天神社御堂西の長津鉢北に再建されたが、明治に参逸した。田中家は、養子の木江門が継ぎ、里橋場見木村で、吉蔵、 肖像、貸し地、金屋と続き、金屋の代で名古屋に移住した。しかし、木江門は、吉蔵と同一人物とも、また、金屋の前に、貸し地が入るとも言う。昭和20年頃金屋が病死し、田中家は断絶した。昭和18年1月、広畑村村長、丸も春樹が、記事に記念飛婚流を計画し、元折製造書き、千軒伝、 中道丸大人発祥地が作られたが、土地所有者の理解が得られず、石膏の庭先に保管された後、昭和32年、田中道間検証会により設置された。田中道間墓所昭和20年、名古屋大空襲で墓地が破壊されたが、墓碑は残り、平和公園に移され、破壊も再建された。昭和十二年七月協議で、田中道間王明らいが設立され、十月四日、 源氏教班に、高塚信介大学、河野肖造船、書による、検証費が立てられた。昭和51年墓所に、国学者、田中道馬大墓所石表が建立された。ABCDEFG 山口一駅、養老町が生んだ国学者、田中道馬さん、田中道馬検証会、養老町教育委員会、2011年、ABCDEF 加藤磯足、し草、 元とおりのりながこ本ほ集、家計書集山田瀬にあぜ、いつまで、草、ハット ABC 赤木国か田中道馬け、た万葉集、文道万葉集総書ま一編、光玉堂、書店、1926年 ABC 家計500里、田中道なかと、奥西活用か岐阜大学研究報告第8号、1959年、養老軍師が、 滋賀県人物史を引くが、該当書不明 AB 田中道馬、田中道前衆、元織のりなが、かがり屋し大球場、養老軍師。ありがとうございます。